はいどうも、エモイです。見たことないゲームが映ってますでしょ。はい、今回はですねアサシンクリード4ブラックフラッグっていうのねオンラインをちょっとやっていこうと思います。初めてです。はい、アサシンね、アニムス、このアニムスっていうのから歴史の追体験みたいなことができるんですよね。だからちょっとこういうオンラインもこのアニムスを通じてますよみたいないいイメージですね。はい、エンターテインメントが送るアニムスにようこそ。はい、なんかとりあえずなんか変な画面出ました。はい、まあオンライン、あのアサシンクリードブラザーフットのかななんかの時に確か僕オンラインやったことあるんですけども、4はあんまねちょっと1回やったんですよ。1回だけ全然わかんなかったんですよ。だから今回ちょっと慣れようかなと思って2回目なんですけど、一応2回目なんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。まずクイックマッチでいいのかなっていう。まずそっからわかんないんですよ。ルールがわかんない。クイックマッチでいいよね。もうクイックマッチでしますわ。何のルール来てもわかんないから。プレイヤーを待っています。ちょ、待って。リーダー？僕リーダーなの？来た。あ、じゃあこれにしようぜ。これもう適当っすよ。これっす。石にします。お、あ、なんかやってる。へい、医者から殺されるっていうのはやっぱ予想つかないからいいかなと思う。間もなくセッションがスタート。あ、始まりますね。よかったよかった。え、なんか俺ら二人じゃん。ちょっと大丈夫？あれ、なんかやってた。挑発っていうのがあるんですよね。なんか何もしない方がいいや。なんか挑発してなんか狙われたら嫌だし。なんかやってるなみんな。俺もやろう。ラウンド1。お、始まります。隠れてスコアを獲得してください。隠れてスコアに獲得、隠れるんですね。まずポイントが増えます。よし、隠れるぞ俺は。現在リードしています。隠れるゲーム、隠れるモードなんじゃないこれ。プレイヤーがセッションから離脱。うわ、どれが敵かわかんねえ。あの女の人ですよね確か。はい、俺がやる。ちょっと逃げるわ。よし、なんか隠れました。怖い今の。急に来るんですね。なんか、あ、仲間いるな、あっちに。気絶攻撃を行いました。新しいプレイヤーがセッションに参加。うわ、怖え。どれが敵か分かんない。あ、なんか敵のマークが出てる。近い。何？どっかいるよ。どこだろう。とりあえずなんか隠れることによってポイントもらえてるんで、なんかてか面白くね意外と。あ、なんかどこだろうな。ちょっと暇だから動きます。動いたら余計に刺されたりしないかな。じゃあ仲間があそこにいるの知ってんすよね。あそこ座ってんだ。で俺立ってるわ。わっ、あっ、何、あっ、あ、来たー、なんか来たー、やられたー。余計に動かなきゃよかったー。ミスったな完全に。ちょっともう動きませんわ僕。うわ、あそこでなんかやってる。
とあまりにも敵が近いから。よし、ここにいます僕。これ敵？敵？敵？違うね、違うね、よかった。オッケー。で、医者多いな街に。うわ、なんかいる。マークがついてる、赤い。あ、あれだ、やるぞ。おらい、あ、嘘でしょ。調子乗ってたらもう一人いました。うわー、これ悲しいな。やっぱりオーライとか言ってやってたらいけないんだ。調子乗んのやめますわ。ここについていこう。ちょ、いつどこから来るか分かんないんで。うわー、敵のマーク後ろが来てるな。近いな。あ、あ、仲間が後ろで。どうする、助ける。いや、助けたらやられたりするから。いや、もう一人いるな。あー、どこだ、あれ仲間だ。あ、な、何、もう走ってこないでよ。超怖いっすねこれ。 R2 とか L2 のボタンありますね。あ、なんか、あ、どうも、仲間の方がね。あ、敵いたな。よし、なんか今僕使いましたから、僕 R2 やってやりましたから。よし、うわ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 、いるな。え、なんかとりあえず勝ってるんだよね。なんか勝ってるっぽいんですよね。だから僕このまま隠れてますわ。あ、あ、あ、なんか来てる来てる。あ、怖え。あ、いる、隣にやってる。おいし、こっちでした。よし、逃げろ逃げろ。あ、追っかけてきてるか、あんな。あ、超怖え。あ、怖え。あ、あ、あれだあれだ。俺も、あ、後ろが来た。うわ、怖え怖え、これ。ああ、足がバタバタしてる。あ、でも、でもこれもうもらったでしょ、もらったでしょ。うわ、違うよね。うわ、勝った勝った勝った、なんか勝った。うん、怖かった。あ、次のラウンド、ラウンド1があんだ。ラウンド2、まあ、ということで一回ここで終わろうかな。コピーの中から探し出し、あ、じゃあいいや、もう一本やりますわ。新しいプレイヤーがセッションに参加。あ、今度こっちを殺す、攻撃側ね。探し尽くしてやるわよ。これじゃないの。いや、あ、なんかマップが出てる。いや、僕殺しに行く、殺しに行きます。なんかあの白い矢印とかそうじゃない、違う。なんか近くなってくると広がってますね。あ、近い近いよ。あ、気絶させられたの野郎。や、そうそう、やっちゃおうぜ。お、ありがとう、なんか立たせてもらった。お、もうは鬼走ってちょっと探しますわ。俺らはアサシン、暗殺が仕事さ。近いぞ、あれじゃないか。あ、一般人だった、全然違ったよ。どこだよ。僕全然殺してないんですけど。あ、一般人が殺されました。僕一般人ばっかりやっちゃってんだけど、ちょ、どうすればいい。これじゃない、違うか。なんかこの辺にいる、近い。これだ、一般人だった。え、どこ、あ、
これだ。あんでまた気絶させられちゃったんだよ。どこ行った？あーいたぞ。俺は地獄まで追っかけてやる。あれどこ行った？あれいた。外した。一般人ばっかやっちゃってる。どれだ、全くわからないルールが。あ、こっちか。ちょっとね、僕が行く頃にはもう やられてるんですよね、敵。またやっちゃった。ターゲットを仕留めろ。どこでしょう。みんながいるんでね、もう行く頃には。ちょ、これすごいっすね。絶対僕倒せない気がするんですけど、みんな早い。あれだ、どっちから。あ、やったくさくね。やったくせえ。お前もか。ちげんだ。やりましたよ、僕一人。どこで。そっか、隠れてれば隠れてるほど敵はポイントが。あべ、外した。こっちか。3人のとこ嫌がって。あれだろ、俺は知ってんだぞ。逃げたな。どこだい。はいえー、はいえー。どこだ。違うよね。でもね、この一般市民の中に溶け込んでるっていう怖さ。残り時間1分。いる、どっか。あー、いた。くそ。の野郎、ちょっと待てや。あいつだぞ。あれ、あれ、なんかなっちゃった。なんかやっちゃったかな。僕一キルはしたんですよ、一キルは。ですがやばいかも。あれだ。よし。僕キル入れました、今。あの金投げて動かないやつは多分もう敵なんですよ。あ、邪魔だ、邪魔だい。あー、これか。あ、でも勝つ、勝つんじゃないこれ。あ、こっちか。よし、よし、勝った、勝ちました。はい、なんか良かった、勝てて。ということで、アサシンクリード4のオンラインの実況でございました。結構楽しかった。はい、でした。では、じゃあねー。